内在平面とは、フランスの哲学者、ジル・ドゥルーズによって考案された、経時上学及び、存在論上の概念である。内在とは、内部にあること、内部に止まることであり、超越と対極的なものを意味している。この対比をもとにして、経時上的なものと経験的なものという、長く、哲学に取り付いてきた、基本的な分割線が仕切られることになる。そして、 ドゥルーズは、内在平面という用語を、純粋な内在、制約なき浸透をあるいは内眼、すなわち、デカルト的なものであれなんであれ、自らと実在的に区別される、超越の存在を否定する内在を指すものとして、採用した。純粋な内在は、しばしば純粋平面として言及される。そして、それはいかなる実体的な、一貫して存立するような分割。 区分も持たない、無制限な量野である。すなわち、純粋な内在性としての内在平面を認めるということは、例えば経験的事物と超越的事物との間のような還元不可能な存在のあり方や、次元の際や、そうした際を構成する、絶対的な分割線など存在しない、とみなすことである。そうした際や断層は、 存在するとしても第一次的な絶対的にフラットな平面の上に二次的に構成されたものなのである。ライプニッツについてドゥルーズが述べたように、そうした断層は決して断層なのではなく、折り曲げられた、ひだなのであり、表面をたどっていけば、クラインの壺やメビウスの帯のようにつながった、単一の平面なのである。この概念はまた、ドゥルーズがスコトゥスから受け取った、 存在の一義性とも関わっている。ドゥルーズは、最後のテキストである、内在、一つの生、では次のように述べている。内在がもはやそれ自身以外の何者にも内在しない、時、初めて我々は、内在平面について語ることができる。内在平面は、スピノザの単一の実体と、内在が、実体に内在するのではなく、内在それ自身が実体である、すなわち、 それ自身に内在するという点で、刑事上学的な両立性を持っている。それゆえ純粋な内在は、哲学の超越への意境の妥当性に関するものばかりではなく、二元論や関連論に関しても、いくつかの結論をもたらす。精神はもはや、自律的で、実体的に、物体、身体と異なる両野とは考えられない。また、 外的な対象や出来事を主観に媒介する際の唯一かつ一方的な決定条件ともみなされない。したがって、すべての実在の間の区別は打ち崩され、あるいは平坦な共存、すなわち平面にへと平準化される。内在それ自体、すなわち反対項として超越を持たない内在なのである。ありがとうございます。